ウーさん男の身柄を沖縄で確保。傷害容疑で逮捕へ。警視庁、東京メトロ南北線白金高輪駅、東京都港区、で24日夜、男性会社員、22、だが男に硫酸と見られる液体をかけられるなどして負傷した事件で、警視庁捜査一課は28日午前、傷害容疑で全国に指名手配して行方を追っていた男の身柄を沖縄県内で確保した。容疑が固まり次第、逮捕する方針。男は静岡市葵区、職業不詳、花森博隆、花森博隆、花森博隆、容疑者、25、捜査関係者によると、男性と大学で同じサークルに所属していた。事件当日の24日午後、静岡から上京。そのまま男性の勤務先がある東京、赤坂に向かい、会社付近から男性の後をつける姿が確認されていた。その後、24日午後9時過ぎ、白金高輪駅で、男性にガラス瓶に入れた硫酸のような液体を至近距離からかけた。男性は肩や首、顔に火傷を負ったほか、両目の角膜を損傷する重傷。男性の後ろにいた女性会社員、34、も液体に触れて足に軽い火傷を負った。犯行後、花森容疑者は JR 品川駅から新幹線で静岡に戻り、一旦帰宅。25日に再び外出したが、同日午後に静岡駅の防犯カメラに捉えられた以降の足取りは分かっていなかった。花森容疑者は犯行時、全身黒の服に身を包み黒の帽子にマスクで覆面、硫酸をかける直前に手袋を装着する姿も確認されており、男性に狙いを定め計画的に犯行に及んだ可能性がある。捜査一課は花森容疑者宅の捜索を実施、動機などを調べるとともに、傷害容疑で指名手配し、顔写真も公開して行方を追っていた。詳しくは YouTube へ。